ブロードウェイメロディーは1929年のアメリカ映画である。世界初の全編陶器によるミュージカル作品であり、メトロゴールドウィンメイヤーミュージカルの第1作である。第2回アカデミー賞作品賞を陶器映画として初めて受賞した。他、監督賞と主演女優賞でも候補となっている。この映画は全米のほとんどの映画館で、 トーキー風切り作品として公開され、工業的にも大ヒットを記録した。1929年当時は、トーキー映画の創造期であると同時に、性的表現の規制が強くなかった時期でもあり、楽しさあふれる歌と音楽、肌があらわになったセクシーな衣装を着た踊り子たちのけなげな色気は、この映画の大きな売り物となったのである。また、 アメリカ人にとって粋な掛け合いが満載という脚本も評判を呼んだ。脚本、音楽ともに映画のために書き下ろされた初めてのミュージカルである。後に MGM ミュージカルの名作を数多く制作することとなるアーサー・フリードが一度聴いたら耳に残る印象的なテーマ曲の作詞を手掛けている。トー初期の作品であるため大きなカメラは頑丈な防音箱の中に入れられ、 撮影されたと推定され、各ショットもフルショットやバストショットがほとんどであり、現在の目で見ると、やや四角面では単調に陥りやすいことも印象深い。また、ブロードウェイミュージカルの優秀な人材がハリウッドへ流入する以前の作品であるため、レビューシーンが素人メーターで気配に見えるのも致し方のないところとされる。ウェディング・オブ・ザ・ペインテッド,ドールのシーンは、 赤と緑の二色によるテクニカラー方式で撮影されていたが、現在では白黒のプリントでしか現存していない。この映画の成功により、おびただしい数のミュージカル映画が、その後2年にわたって作られることになるが、前述の通りダンサーや振付師に人材を得ていないため、質に関してはパッとしないものがほとんどである。しかし、レビュー劇場の楽屋話を骨子として、 その間に豪華な舞台場面を展開するという、いわゆる舞台裏ミュージカルは、1930年代の前世紀を経て延々と生き続ける定番ジャンルとなった。本作の続編として1935年に、踊るブロードウェイ1937年に、踊る不夜城1940年に、踊るニューヨークの三本が制作されている。田舎から夢を抱いて、 ブロードウェイにやってきたボードビル出身のハンクとクイニーの魔法ニー姉妹は歌手でハンクの婚約者でもあるエディと会い、エディ作の歌ブロードウェイメロディを引き下げてザンフィールド一座に圧戦してもらう段取りを整える。しかし、そこでエディは以前に会った時より見違えるほど美しくなった妹のクイニーの方に心を奪われてしまう。そして、それはくしくも クイニーのエディに対する感情と同じであった。クイニーはエディを愛する姉のことを思い、ステージのリハーサルで出会った、不豪のジャック・ボリナーと付き合うことで、エディから離れようとする。しかし、金に物を言わせ心ないジャックとクイニーが付き合うことは、エディにとってだけでなく、妹思いのハンクにとっても、耐えられないことだった。クイニーがエディと、 デートに行くのを、それぞれの理由から必死に食い止めようとするエディとハンク。そしてある日、ついにエディは、必死さのあまり、ハンクもいる場で本心を漏らしてしまう。そこで、ハンクの取った行動とは、ありがとうございます。